どうも、DaiGoです。今回の動画はですね、自分に自信がない、じゃあ起業すればいいのにっていう動画です。はい。ちゃんと説明しますね。このチャンネルではですね、今日放送する内容もそうなんですけど、様々な科学やですね、心理学の、知識をご紹介するというチャンネルになってますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、今回のですね、研究は結構面白くて、実はですね、自分に自信がない人の方が、はるかに人生うまくいくよっていうですね、ことをですね、立証してくれたっていうですね、面白い研究なんですよ。で、特に自信がない人とか内向的な人ってですね、いわゆる現実を直視していろんな対策とか戦略を打ってですねやっていく能力が非常に高いっていうふうに言われてるので、起業にはめちゃくちゃ向いてるんですよ。だから、断言します。内向的なら、自分に自信がないなら、じゃあ起業すればいいじゃんっていうですね、お話ですね。はい。詳しく説明していきたいと思います。今回のですね、研究はロンドン大学のですね、心理学者の方のですね、結構有名な人なんですけど、データを元にしたですね、本に、なります。本が元に一応なっております。はい。トマス・チャモロ・プレミュージックさんだったかな。はい。トマス・チャモロ・プレミュージックさんですね。はい。なんか、下がみそうな名前なんですけど、現代はコンフィデンスっていうですね、自信っていうですね、本なんで、僕もオックスフォード行った時にこの本買って読んだんですけど、最初に表紙見た時にですね、また自己啓発かと思ったんですけど、全然真逆なんですよ。コンフィデンスなんかいらないよって、人生成功したいんだったらっていうですね、そういうお話なんですよ。だから自信がないとかですね、内向的だっていうか、自分に自信が持たない人なんかにですね、すごいいい本なんですけど、和訳はされてなかったと思うんですよね。でも一応エッセンスは今日ご紹介したいと思います。で、まずですね、起業したりとか人生で成功するのにですね、必要なのはですね、よくね、自信があれば成功するみたいなことを言うんですけど、確かに自信がある人の方が生きやすいです。気分的にはいいので、自分に自信がある人の方が余計なこと考えないんですよ。で、気分よく生きることは確かにできるんですよ。でも別に自分に自信があることと成功って関係ないよと。で、ぶっちゃけ成功したなんて能力じゃないって話なんですよ。だから能力が高ければいいわけだから、その自信があるかどうかなんか関係ないというのがですね、このトマスさんの主張なわけですよ。確かにおっしゃる通りなんですが、でもやっぱり僕は自分の能力に自信がないから、能力ないからという人いると思うんですけど、実はですね、自信と能力って無関係なんですよ、ほとんど。はい。どういうことを説明しますね。で、実際ですね、今日参考向けにも入れてますけど、研究によると、自信がある人ってじゃあ能力があるのかっていうとですね、実はですね、この自信と能力の相関って相関係数でいうとですね 0.3 ぐらいで、ほぼ無関係なんですよ。だから自信があるからといって能力が高いってわけじゃないし、逆に言うと自信がないからといって自分に能力がないわけじゃ全然ないんですよ。それは多分自分が見れてどうかって話なんで、例えばあれですよ、カレーライスが世界一うまい料理だっていうふうにですね思ってる人もいれば、いやカレーライスなんか食いたくないと思う人もいるわけですよ。これと同じぐらい自信の有無っていうのは、無関係なんですよ、成功とは。で、さらにですね、人間はこの自信によって自分をですね、客観的に見ようというふうにですね、そういう愚かな性質があるわけですね。例えば自分は、頭の良さには自信がないから、性格の良さには自信がないから、見た目の良さには自信がないからっていうふうに思うんですけど、これ自分のですね自信ってどれぐらい当てになるのかってことをですね調べた面白い研究もあって、なんとですね、面白いことにですね、コイン投げで決めるのと同じぐらいのレベルでしか自分のことをですね自信によって把握することはできないんですよ。例えば、面白い研究ありますよ。俺結構イケメンだからとか、自分の顔に自信あるからって思う人よくいますけど、で、こういう自分の顔に自信があるっていうふうにですね答えた人たちのですねを調べたところですね、実際にその自信があるって言ってる人たちが前から見た時にイケメンだと思われてる確率はですね、なんとですね 50% でした。だからコイン投げの確率は変わらなかったわけですね。で、この傾向ってすごくて、頭の良さとかですね性格の良さ、こういうのもですね全く同じ結果が出るんですよ。だから自分が自信がなくて能力がないとか、友達が少ないとか外交的じゃないっていうふうに思ってる人結構いると思うんですけど、こういう人たちって実は自分のことを客観的に見れてるわけじゃないんですよ。特に自信がある人たちほどですね、このですね判定を見誤るってことは分かってるんです。要するに自信があるってどういうことかっていうと、自分のことをですね、現実をですね都合よくねじ曲げる能力が高いっていう、ただそれだけなんですよ。だから自信なんかなくてもいいぜって話なんですよね。そう。でですね、さらにですね、これもう自信がある人をぶったたく放送になったら、僕も自分に自信がないタイプなんでぶったたく放送になっちゃうんですけど、自信がですね自信満々な人の方が長期的に見るとどんどん嫌なやつになってくって面白い研究もあって、例えば1995年の研究なんかを見ると、大体ですね18歳ぐらいのですね学生たちに対してですね、自分に自信がありますかってことをですね聞いて、それから5年後にですね再調査するっていうですね、いわゆる追跡調査ですねを行った研究によると、自分に自信があるって18歳時点でですね答えた人たちは23歳、つまり5年経った時にですね、周りから見た時に嘘つきで、信用できなくてずるい人間だって思われる確率が高かったんですね。つまりですね、自信があるっていうのはですねデメリットしかないってことなんですよね。そう、要するに嫌なやつになりやすい、思われやすいってことですから。これなかなかですねひどい研究なんですよね。じゃあ逆に自信がない人にはメリットあるのかってですね、メリットありありなんです、自信がない人には。だから僕が今日自信がない人こそ起業せよって言ってるのはですね、まさにこれなんですけど、なぜかっていうと自信がない人ほど現実を直視する能力が高くて、さらに他人の意見をですね客観的に取り入れるため能力の向上するスピードっていうのは高いんです。だから自信がある人とない人が素人レベルから例えば何かを勉強して新しいことをしようと思った場合には、自信満々な人よりも自信がない人の方が当然学ぶわけですよ。さらに自分に自信がないから周りをちゃんと観察して自分を客観的に見る現実を直視する能力も高いわけですよ。だから自信が高い人よりも起業し始めた時には向いてるんですよ。つまり新しいことを学んで挑戦して進んでいかなくちゃいけない、現実を見てですね自分の必要を決めなくちゃいけないっていうドライな視点も持っていかないといけないのがやっぱり起業なんで、そういう意味で言うとですね自信がない人の方が起業には向いてるわけですね。すごいですよね。だからね、やっぱりリスクを取ることがですね起業家っていうふうに言われて、こうね外交的でリスクが大好きな、起業家の方がですね成功するみたいなふうに言われがちですけど、実際はですね起業家ってリスク嫌いなんですよ。無駄なリスクを嫌って、でリスクをですねヘッジしてリスクを減らして、でなるべく取らなくていいリスクをですね削ってって、最終的にここだけ取らなくちゃいけない、そこだけを最小限のですね労力で取る、これが起業家なわけですよね。だから、よくいますよね。だからちっちゃいオフィスから始めて成功していくっていうのがやっぱり起業家のですね一番いいところなんですけど、ちょっとねなんかね投資方からお金もらったらですね、やれね1億だ2億だとかね金をバコンって使ってなんかねでっかい嘘を作っちゃったりするですね頭のおかしな企業とかいますけど、ああいう会社には投資しない方がいいんです。なぜかっていうと、おそらくですねその内容のですね判断をしてるやつはですね、自分に自信が満々で現実をですねねじ曲げる能力が高いだけの経営者なんで、こういうところにですねやっぱ投資すると損をしますよね。というわけでぜひ皆さんもですねお気をつけくださいというお話でした。だから内向的な人ぜひですねちっちゃくでもいいから企業の勉強だけでもしてみるといいと思います。僕も最初やっぱり企業とか投資とかの勉強をちょっとだけしてみて、あこれなら自分もいけんじゃねって思ってちっちゃく試して始めたってことがすごく重要なんで、ぜひですね、やらないよりはやった後悔ですから。でこの後悔も内向的な人とか自分に自信がない人は自分の全財産をビジネスに突っ込んだり絶対皆さんしないですよね。しないと思うんで、失敗したところで高く知れてるんですよ、リスクっていうのは。だからぜひ皆さんもですねそういう考え方を持ってチャレンジしてみてください。で今日はですねそんな、ネガティブあるいはですね内向的、自分に自信がないんだけど前にですね進みたいと思ってる方のためにですね、いい本があるんでご紹介します。今日のですねおすすめ本はですね、成功するにはポジティブ思考を捨てなさいっていうですね素晴らしい本ですね。ポジティブな思考を捨てれば捨てるほど、成功するよみたいな風なことをですねまとめてられてる本で、実際ですねこの本読んでいただくといただいて中のテクニックを試してもらうと目標達成率が 2,3 倍まで上がるってことが研究で出てますんで、ぜひチェックしてみてください。成功するにはポジティブ思考を捨てなさい、おすすめの本として、番組のタイトル下の説明欄の方に、入れておきますリンクをぜひチェックしてみてください。今日の続きの動画なんですけど、なんか最近この動画ばっか進めてるんですけど結構反響がいいので、おすすめしたいと思います。今日の続きのですね動画はですね、じゃあ内向的な人が自分に自信がない人は具体的にもっとどういうところを生かしていけば起業できるの、成功するのってことをですね、解説した動画がですね今日の続きの動画としてあります。今日の続きの動画はですね番組のタイトル下の説明欄またはコメント欄の方からチェックしてみてください。内向的な人ほど成功する起業法、内向的な人ほど成功する起業法ですね。はい、自分に自信がない内向的って方はですねぜひチェックしていただいて自分の能力を知ってください。でこの自分の能力をすれば、いい意味での自信がつきます。あ自分でもできるかもな、うまくいくかどうかわからないけどぐらいのレベルのですねちっちゃい自信がつきます。自信なんてね前に一歩進む時だけにあればいいので、その後はですね皆さんの持ち前の内向性を生かしていただいて前に進んでいただければなというふうに思います。ぜひチェックしてみてください。というわけで続きの動画はコメント欄の方から内向的な人ほど成功する企業法ぜひご覧ください。それでは。